えー、皆さんこんにちはオーケストランサンブル金沢指揮者の田中優子です、えー、この度は4月23日に行われる予定でした、えー、第428回定期演奏会こちらの方を、えー、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、えー、中止という運びになりました、えー、楽しみにしていただいていたお客様には大変つらいご報告となりましたが 私もですね知らせを受け取った時には正直とっても落ち込みましたですがそれと同時に自分の中でこんなにも音楽に対する愛情があったんだなっていうことを気づくきっかけにもなりました えー、この演奏会のために、えー、たくさん勉強して、えー、皆さんの顔を思い浮かべながら、えー、メンバーたちと「あここはこんな風にしよう」だとかあ「ここに関してはどういう風に弾いてくださるかな」えー「お客様はどんな風に反応してくださるかな」なんていう風に、えー、楽譜をこう見ていた時間、えー、そういう時間を思い出すととても、えー、切ないんですが、えー、それと同時にあの自分の中で。 音楽をしたいっていう気持ちがどん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 湧いている、えー、そんな日々を送っています、えー、事態が収束した時には、えー、必ず皆さんと元気な姿で、えー、皆様も私も、えー、大池のメンバーもスタッフもあの本当にみんながあの健康な状態でまたお会いできると信じて、えー、その日まで、えー、皆さん お元気にお過ごしください。